内海俊一 Love and Peace 同じ空の下から。This program was brought to you by Integrity Japan Tokyo 株式会社浜電、登る靴店スーパー G、 EM 生活、 PCI ジャパン、いくつもの道筋が見えてくる、嵐が過ぎ去ったら優しい風が吹いてく、明日からは変われると信じてた。あなたの人生を豊かにする会社、キャリアコンサルタント、ケアストレスカウンセラー、インティグリティジャパン東京。電気工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで電気工事のことはお任せください。044-223-8616、 暮らしを明るくする株式会社浜電。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、 EM 生活。PCI ジャパンでは、エグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞ、お気軽にお越しください。ね、嘘です。まさきさんですね。今日はね、内海さんがね、急遽、ちょっと欠席ということで、はい、ね、ごめんなさい、ゲストさんなのに、内海さんの代理を。日本人のライブで一緒だったので。あ、そうですか、はい、うん、聞いてました、今日やってくれって。じゃあなんとなくね、じゃあ明日ね、うん、って言ってて、まあ、うん、行かなかったらごめんねぐらいの感じで、それ俺が言うんだって分かるけど、言っちゃ言っちゃダメだろうみたいな感じだったんですけどね、はい、ね、まあ来週はきっと元気に、はい、もちろんです。具合悪いわけではないので、はい、ですね、ご安心ください。うん、はい、すいません、どんな感じですか、ここで内海さんの代わりに。いや、なんか人んち、なんだろうね、人んちに遊びに来たらなんか、うんうん、友達いなかったみたいな感じに、なんかよく分かる、まあ上がってきなさいよみたいな、普通に気さくに入れるところなんだけど、うん、やっぱあいついないじゃんみたいな。あ、じゃあ何、私は内海さんちのお母さん、うん、妹じゃない、やっぱ妹ですか、よかった。今日兄ちゃんいないのよ、ごめんなさいね。そう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 、ね、どうぞくつろいでって、うん、そのこと言ってほら、お兄ちゃんとこ泊まりに行って、うん、あ、いや、ないや、そう、じゃあ一曲一、ね、曲いっちゃいます。はい、BB キングの欲しいと思ってきました、うん、I got to leave this woman、うん、この女から離れるぞみたいな、うん、そういう曲だと思います。はい、どうぞ。はい、なるほど。なるほど。そんな感じでね、I got to leave this woman。まだ来ました？いや、はい、うん、ない、ないです。ごめんなさい。ブスカさんも来てない。ブスカちゃん来てる。うん。この時はね、メールが命。あ、そっか、この間栗田さんあれだったんですね。あ、ビームに来ていただいて。じゃあ、栗田さんお願いします。はい、よろしいですか。はい、これこの間来た時の栗田さんの読んでたの。うん、あ、そっか、うん、いいんですよ、今日は栗ちゃんマンさん、栗田さん、栗ちゃんマンさん、栗ちゃんマンさん、栗ちゃんマンさん、いつも名前変えてきてくださったりとか、うん、なんかかっこいいな、ビビ君の。やっぱたまに聞くと、うん、あ、たまに、うん、やっぱほら、ブルースとかうちでほとんど聞いたりとかしないから。本当に、へえ。その話題をしよう。全然ブルースな感じしないでしょ、だって。そんなことない。
うん、聞くときは聞くんだろうな。あー、そのことない。えー、うん、じゃあね、その話題いきます、うん、ファンキーなんとかね、ファンクとかそういうのは聞くけど、黒人系でもやっぱりいっぱい聞くけど、うんうんうん、ブルースは本当あんまり聞いて育ってないね、きっとね。うん、聞いて育ってない。うん。うん。なるほど。そう、だからこの間あの、うん、ブルースギターフォーエバーのマスターともみんなでいる時にバッと話したんだけど、うんうん、やっぱうっちゃんいくらなんでもうっちゃんの時代でもあの時代で中3とか高1で、うん、黒人のブルースのレコードずっと聴いてハマってるとかそんな子供はやっぱいないよねって話をしてて。じゃあ珍しいんですか、うちの。あの頃はやっぱロックが流行ってたじゃん、どう考えても。僕の時は大きい、うん、やっぱチェッペリングって何がいいって、うん、あのそんなせいぜいビビキングとか三大キングぐらいまでわかるけど、うん、ちゃんみたいにああいう国、うん、本当にレアなオールドブルースとかハマってくるとかね。掘り下げるようになったのは割ともうちょっと大人になってからじゃないですか、うちゃん、うんうん、いやだからこの間話をしてたら、うん、もう中3高1ぐらいからやっぱりずっとそうなんだ、うん、なんでキャルルとかやったのかよくわかんないとか言って、なこと言ってお母さんネイチャールズ好きだった。ああ、ね、そっか、うん、そういう影響もあるんだろうね、うん。でもレイチャールズはやっぱ全然もっとポピュラーな感じするじゃん。あ、うん、分かんないけど、そう、うん、なんかそういう黒人ブルースって感じではない、ね、俺に言わせると。でもね、その後ってキャロル辞めてからレゲエやったじゃないですか。そうそうそう、この間内海さんのその時のシマロンの時のレゲエを、うん、ジェミニー、そうそうそう、ホッキーさんのところでかけて、若かった声が可愛いって言われ可愛いよ、それ今でも。可愛いなんつって怒られちゃいますね。え、可愛いなんつったら怒られる。いや、めっちゃ可愛いじゃないですか人柄だっていうか人柄だ、うん、はい、はい、かっこいいですね。ね、このくらいのテンポのスピード感があるね。BB キングの軽くていい、このアルバムのジャケットもすごいかっこよかった。ね、ね、この結構ずいぶん前のやつだけど、あ、そうなんですか。まあでも後期は後期かな。後期っていうか、あ、そうなんですね。うん、前期中期後期とかあったりする。じゃあ割とこう年配になってから。うんうん。クラプトンと一緒に出したアルバムがあったりして、はいはい、あれの次か前かとか、うんうん、あの近辺だったら。気がするだけだけどね。まあ大体なんで、そう、ね、それが違うとかどうのこうのとか文句を言ってこない気がしてくださいね、はい、大丈夫ですよ、はい、うん、さっきね、話気弱いから話してたんだけど、あんまりこうブルースを聞かなかったって。そうなの、僕ね、うんうん、育ちの中では、うん、だからそうだな、でもみんなバンドやってて、じゃあ E の3コードねとかそういう感じでなんかそのブルースでぐるっ、うんうん、でコード進行みたいなのあるんだけど、ええ、うん、3コードで回すみたいな、うん、それがちょっとブルーステイストだったぐらいで、ええ、そっからなんか思いっきりブルースいいなとかあんまり、うん、好んでもうじっくり聞くってことはなかった、うん、なかった、うん、なんか飽きちゃうみたいなずっと同じことやってんじゃんみたいな感じになるから、飽きちゃう。でも今内海さんとラッキーパンチでブルースやったりとか、まあ、でもなんかラッキーパンチのやってるブルースみたいな感じがするんだよ、うん、多分全然泥ついてないと思うんだ、泥ついてないそうそうそうなんか、うん、うん、そういう、もちろん音楽のね、その要素要素の中にはいっぱいあるし、ギター弾いてれば普通に、うんうん、チョーキングにしても何してもやっぱブルージーな感じとか、ギター自体の総本の中でやっぱブルースはがっつりもちろんあると思うんだけど、うんうん、あんまりそういう風になんかこう、うん、聞いてはこなかったんで、幼少の頃何聞いてたんですか。何聞いてたんだろうね、うん、シャレオツな、いやそんなんない、ね、いやでもやっぱほらグループサンズが小学校高学年ぐらいでしょ、でもちろんビートルズとかストーンズとか、うん、兄貴が4つ上だったから、うん、でもベンチャーズもあんまり聞かなかったから、あ、そうなんですか、うん、へえ、もう何を聞いてギター弾こうと思いました。何を聞いて、うん、何を聞いて、これもうこんな感じで、あ、それもなんかもう即答できるのはもうゴールデンカップス見て、うん、ルイズ・リス・カベ、俺はルイズ・リス・カベになりたいと思って、あの、へえ、
カフェさんそうそうギターでベースだじゃなくて、はい、あマーちゃんその時はマーちゃんって知らないから、うんあルイズ・ルイスカフェかっこいいとかで俺はこれになりたいっていう、うんうん、思ったのあそれいくつの頃小学校5年生とか6年生ぐらいかあじゃあちょうどゴールデンカプスが出る頃もちろんもちろんブイブイはリアルタイムだからあ、うん、あ本当にそう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 洋物じゃないんですね。まあ洋物って、まあ、洋物も聞いてたけど、やっぱりテレビでパッと 見て、うん、ほら身近に当時は映像なんかないじゃない、うん、やっぱ ビデオとかもないし、うん、ヤングセブンスオーみたいな時にセッペリンパーンと見れたりとかしてたけど、もうかっこいいなこの人みたいな。へえ、ゴールデンカプス自体ね、なんか向こうのバンドみたいな感じでしたもんね。だから横浜がすごい遠く感じたもんね。なんかよくわかんないけど、イメージ的にその多摩川を渡るっていうところのその文化の違いみたいなね。僕なんか大田区だったから割と多摩川ベリだったけど、近いけど、ね、近いけど、うん、なんかこう渡るに渡れない多摩川みたいな。ああ本当に。やいりの私みたいな。そっちがか。まあね。七の七。たまにか。うん。じゃあそういう感じでまさし少年は育ってたんですね。そう。でね、なんかそう、うん、昨日本当うちゃんと昨日プテスさんも一緒だったんだけど、うん、その楽器始めた時の話とかいろいろしてて、あのきっともう自分で洗脳しちゃってんだろうなとかさ、もうわこれかっこいいと思っちゃったわけじゃん。例えばその子供の時、でもその時からもう、洗脳にどっぷり自分もしちゃうし、どんどんそういう情報に、これかっこいいとかさ、絶対これだみたいなところで、そういうふうにしながらずっと楽器練習してきたんじゃないかなって話をしてて、だったらなんか、飲み込みやすいタイプな、いや辛くないじゃん洗脳してたけど好きなことやってるから、まあ、だから僕ちゃんもよく話すけど、なんか頑張って練習したって記憶がないって話になるじゃん、いつもなんかそう。でも傍から見るとそんなことないじゃん、ずっとなんか練習してたような気がするよとか言われるんだけど、同じ高校の人とか、ずっとギター弾いてたよねっていう印象らしいんだよ、やっぱその高校の同級生とか会うと。でもやっぱりそれが才能なんでしょうね、飽きずにずっと弾いていられるっていうようなね。そうだね、それが最初のあれなんだろうね、そこがやっぱ洗脳っていうか努力ってます。それがなかったら嫌だもんね。嫌い、まあ、や嫌いだったら。好きこそね、こんなの上手なんで。まあまあ、頼みないですね。まあ、じゃあ、お年ね、みたいな感じで。お年出してないって、お年出てないじゃん、みたいな感じで。はい、失礼しました。飲んでませんよ、今日はね。はい、飲んでないです。はい。飲んでないよ、いつも。じゃあ、次の曲は。また選曲、今日全部ね、あの、まさしさん選曲なので、はい。あ、じゃあ、あの、あ、まあ、ちょっと話が前後しちゃうんですけど、まあ、今度の日曜日、また今年もバースデーライブやらせていただくんですけど、あ、はいはい、まあ、それは後で。で、まあ、今年も、オープニングで、舞子ちゃんという女性シーン、まあ、去年はね、うっちゃんとダブルになっちゃったんで、あ、はいはい、すみません。いやいやいや、全然、そんな。そういうことで、そういうこと言うからね。いやいやいや、そんなことあれはみんなでやってるんじゃない。そういうこと言ってほしくないな。ありがとうございます。はい。もう作ってくださいました。何言ってるんですか。はい、で、今回が 4回目かな。4年目になるのかな。おで、まゆこちゃん、CG やって出会って6年ぐらいなのかな。で、なんでしょう。まあ、とても素敵なシンガーで、沖縄出身の、シンガーなんですけど、でその会った時からこの曲、まあ「Beautiful World」っていう曲、彼女のオリジナルなんですけど、やっぱその、なんだろうな、メッセージがやっぱ愛子ちゃんってのはなんか地球人って感じの人なんで、地球人か分かるかな、その感性がやっぱ沖縄の人の、でやっぱこのぐらいなんか自然な感じとか、そういうところのなんか受け止め方とかさ、表現の仕方がやっぱ、すごいこういう感じだなってきて ね、もうなんかね、すごい心打たれて、さっきもね、ちょっとエミさんの話したけど、あの人の歌聞いて泣くことってあんまないじゃん、なんか、まああるってあるけど、やっぱ本当になんかほら感動して、ミーハーな気持ちじゃなくてね、はいはいはい。じゃあだってじゃあ私宇宙美さんのシャイニングロード聞いて何回も泣かせていただきました。いやいや、だからでもほら、そういう曲ってしょっちゅうないでしょって話。しょっちゅうはないですね。ないでしょ、ないでしょ、はい、そうそうないでしょ、そういう、そういう出会いをしの曲なんですよね。じゃあもうこれを聞いた時に、おい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 ってことはないけど、ずっ
もうなんかジーンと感動するんだな。もう心を清くしてなんかちゃんと生きていかなきゃいけないなと思うんで。そういう感じ。でもちろん俺はその後出会ってからは一緒にやって、あのお手伝いしたりとか二人でやってる。あ、出会う前に聞いたんですか。出会った時に聞いた。出会った時に。どんな曲やってんのっつって。うんうんうん、へー、そう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 、うん、じゃあそのまさしさんを泣かせた曲を、なんかそういう風に言うとまた話がちょっとしちゃってごめんなさい、いや、ね、下世話な感じになっちゃいます、うん、いやいや、そんなことないですけど、ぜひね、うん、その機会があれば生でも聴いてほしいし、昨日マッシュで一緒にやったんで、そうだった、赤坂マッシュの、 あのアーカイブが見れると思うんで、それでも見れますし、うん、はい、なんなら投げ銭もできます、そこで素晴らしいんですけど、うん、そうそう、で、あの、うん、やっぱこのコロナのここ1年、1年2年とか今も含めて、はい、あ、そんな結構そのあとこの曲のこの詩のイメージだなって強く思ってるんですよ、はいはい、ぜひ聴いてください、はい、曖昧語でビューティフルワールド、はい、詩は詩がいいんだよ、うん、これ弾きなだってギターも、 いや、いつもはね、これはレコーディングの時だから舞子ちゃんは弾いてないけど、これはね、いつもは舞子ちゃんが自分で一人で やる時もあるし、うん、一人で聴いてたらなんかこの声でこうやってなんか飲みながら聴いてると浸りますね、ほらっとくるでしょ、はい、本当にね、なんか癒されるって感じじゃないけど、やっぱこういう声してる人いないなと思うんだけど、やっぱ優しい、みんな優しい気持ちになれるっていうか、うん、そう、みんな毎日してるように生活を見ていこうみたいなね、うん、昔ももちろん、うん、そうそうそう、結構いい声してますよね、やっぱなんかあの違うタイプだよね、うんうん、やっぱり海感じる、あ、だって舞子ちゃん すごいな、タイとベトナムに、うん、あのパーカッションこれやった女の子と2人でギター持って行って、うん、でお金なんか途中でなくなって、うん、タイとかで、ね、ナムタイとか、うん、で、あのキッチン宿みたいな、その日一番安いとこあるじゃん、うん、ホテルみたいな、あ、じゃあこことりあえず予約し、して後から来ますからって予約しといて、で街出て ATM の前で、うん、あの歌歌ってちゃんとなんかその投げ銭でそれ持って泊まりに行くって言います、うんうん、そんぐらいちゃんと何そのみんなお金をくれるったら変だけど、それすごくない、うん、でも結構タイとかってそうやって稼げるって言いますよね、本当、うん、タイギター弾いてる知り合いが、そうなんだ、うん、そう、タイにもう全然もう無線で行っても全然大丈夫、本当、いや行かな、もう行かないよそんなの、イエイノブル、イエイ、おはようございます、いやいや、お疲れ様です帰りありがとうございます、大丈夫かなこんなんで、全然 OK ですよ、この曲の結びのメッセージがそこで泣くんだ、一番最後の一節がこのと最後の一節が、うん、どうなんですか、あ、舞子ちゃんって僕の神話で、あの今度のずっと僕のバースデーライブのオープニングをいつも歌ってくれてる、はい、心現れるよ、シンガーソングライター、そう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 、いいですね、あ、海でバッチリよと思うよ、なんか、ああ、ここからすげえね、この詩で泣くんだよね本当に、
残り30秒です。だからその先に行ってしまって先輩たちとか仲間の人たちはさ、あみんなきっとそうやって欲しいなって、こうやって照らしてくれてるんだろうなと思うわけだよ。あ、なるほど。そういうところに重ねてくると、うん、泣いてしまう曲です。記憶正しく生きなきゃいけないって、うん、何ニヤニヤしてんだよ。はい、はい、聞いてしまいましたね。どうでしょうか、うん、素敵な歌声、綺麗な声、うんうん、本当やっぱりなんか海を感じる癒しですね。沖縄だけあって、あ、そうですね。まあでももう東京出てきてずいぶん経ってるけどね。あ、まあ、うん、でも今沖縄やっぱ帰れないんでね、大変だって言った。ああ、そっか。コロナだったから、うん。そうですね。沖縄大変だ。よくね、前は沖縄にも戻って向こうでもライブ、なんだろうね、森の中でライブとか。ああ、そうなんです。気持ちよさそうなんで、だから。森の中で。うん、へえ、うん。でなんかそういうキャンドルをやってる人とか、いろんな人がいる。うんうんうん、まあ、その沖縄地元のネットワークでそういう環境っていうかね、ステージみたいに作ってやったりとか、いや、いつか一回連れてって言って行きたいよねっつってずっと言ってるので、そうだね。で昨日だからラッキーパンチとコテツさんとみんな出したから、じゃあこのセットで沖縄をとりあえず行けるように仕事取ってきてとか、うん、そんな話をしてました、ね。そのまいこちゃんの歌が聴けるのが今度の、はい、うん、はい、この日曜日ですね。日曜日ですね、はい、はい、今年も、うん、ね、今年は先月のうっちゃんとね、あ、2ヶ月連続になりましたけど、そうですね、はい、うん、僕個人としては、はい、クロコダイルで12年目なのかな。12年目ですか、うん、すごいですね、うん、で本当になんか俺去年もあのタイミングよく、ね、うん、続けることができたじゃない、途切れず、うん、でちょうど55の時に日産に、うん、もう前もいい加減ちょっともう自分の看板でやんなきゃダメだとか言われちゃって、うん、そうですかと思って、うん、でとりあえずじゃあ55だし、うん、55で55からそっか始めたんですね。そう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 、おー、忘れられるかな。66になっちゃう。え、66ですね、今年は。66。66か。すみません。66かって、パン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 みたいな感じで言われちゃって。パン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 。あ、そうそうそう。で、まいこちゃんが、うん、今年で4回目。4回目なんです ね、 ますね、うん。オープニングでやってもらって、まあ、この曲、このビューティフルワールドは一緒に演奏して、アコースティックですけどさ。これまだ予約 OK ですか。あと残席わずかですけど、あのここの番組を聞いたとか、そういうのもいくらでも用意します、いくらでも用意しますとかじゃないけど、こっそり こっそりこれでいいみたいな、うん、もう調理室から見ちゃう。あ、まあ、でも本当にあのね、去年あの時スクリーンつけ始めてちょうど1年経つってことなんで、ね、まあ、ステージのスクリーンだけでも撮れれば嬉しいなと思ってるけど、まあね、皆さんが一番安心して、うん、そうですね、見ていただけるような状況です。うん、ということで、120席のところ限定50名様で。はい、ね。今日はどうでしょう。だな6月27日、今度の、はい、ね、日曜日です。日曜日ですね。原宿クロコダイルです。はい、で、内海さんもあのラッキーパンチで、はい、うん、出演しますのでね。はい、それとあのバンドセットの方でも、うん、エレキで。はい、何曲かうっちゃんにも、まあ、いつものラッキーパンチバンドセットと、ええ、まあ、うっちゃんのバースデーの時もそうだったんですけど、うん、ちょっと趣が変わってみたいな、ええ、今回またドラムにごぼうさんと、うんうん、あとエリックさんっていうあの、ええ、ジョーさんのヘゲバイブレーションの時にずっとやってた、ええ、一緒にやってたサックスとフルートのエリックさん、エリック笠原さんっていうんですけど、はい、その人と実に30年ぶりぐらい、うん、あ、そうなんですか。そんな経たないか、ジョーさんなんて20何年ぶり、うん、これで一回やったらなんかごぼうさんも30年ぶりになんかエリックだよねかなんか言ってね、30年ぶりだねって言ってるやつが一緒になんかステージでやってるのってみんなすごいよね。だからすごいです、ね、軽くそんぐらいやってるわけじゃん、うん、やっぱやり続けてると結局またこうやってぐるぐる回って、うん、あ、やっぱ気持ちいいねみたいな感じで、うん、そういうもんなんだねって話を最近よくするかな、うん、この間のあの宇宙美さんのバースデーの時のラッキーパンチとはまた違う感じのラッキーパンチで聞くこともできますよね。あ、そうだね、うん、アコースティックセットも、うん、あの歌の配分とかがちょっといろいろ変わってくる予定かな、予定でいます、はい、はい、
なんぜひぜひ、うん、あのまだねこっそり空いてるみたいなんで。そうですね、まあ、正直あと 4,5 席ってとこかな、うん、ご用意できるのは、うん、でもなんか当日降ってきてくれる方も時々いらっしゃるじゃないですか、うん、そうですよね、はい、うん、なのでバランスが難しいかなとかも、まあでもそこまで考えてるときりないから、うん、僕はお待ちしてます、お待ちしてます、はい、はい、ということで、はい、はい、次の曲もね海感じますよ ね、 すね、この方もそうですね、そうですね、はい、今日は校長先生が校長先生ちょっと欠席のため、あね、内海校長先生ね、そうそうそう、はい、僕らの中で師匠じゃなくて校長先生、あそうなんですか、そうそうそう、うちのグループではね、校長先生中が教頭先生だから、あなるほどね、ごぼうさんは学年主任の人、あそうなんですか、なんだったら鈴木先生ごぼう先生に言えば相談乗ってくれるよみたいな感じの人っているじゃんでまさしさんは何、僕はなんかほら教生の先生みたいな、あのほらまだ免許持ってないみたいな、あそう、教育実習に教育実習したみたいそうなんですかダメだ、うん、いや面白いそんなわけでね、うん、やっぱりなんかあのうっちゃんの声を皆さんにお聞かせできないのは、うん、寂しいなって思われちゃったらなんで、うん、ありがとうございます、はい、そうですね、あれは矛盾の中からね、はい、あんまりかからない曲は何だかなとか思いつつ、うん、僕の好きな曲で、はい、なかなかこれもライブでやろうって話にはならないんだけど、うん、あそうなんですか、ちょっとやりたいなと思ってんだけど、うん、今度ねみたいな話をね、わかるでしょイメージ的に、うん、いや今度ね、うん、じゃあ次でみたいな、なんかそんな話になってることが多いんで、はい、ちょっとね季節は違うのか、うん、うん、まあちょっと過ぎましたけどね、でも、うん、じゃあ内海俊勝矛盾のアルバムから、はい、桜草、はい、うん、ありがとうございます、次にメールを読みます、じゃあここで名護さん登場する、ね、お休みだからちょっと一曲声を聞かせてあげようみたいな、ね、そうそう、さすがさすがです、あ、いけてるいけてる、全然いけてる、入ります入ります、はい、入ります、じゃあちょっと混ぜてください、はい、あ今年の缶バッジを持ってきてプレゼントに、あざす、うちから来ればいいじゃん、2人とも招待してあげるから、あざす、こういうものは自分でね、酒も飲めるし、うん、7時前だけど、日曜日はなんか講習があったりとかするし、ああそっか、そう、海行っちゃってたりするから行かなきゃいいじゃん、いやそうも言ってもないです、海行っちゃったりしてるからとか、その言ってみればよくわかんないですよね、しかも講習の予定とか、初めて講習の、俺ライブなのに台風になったら嫌じゃんそれ、どっちいやでもあの波は来るけど天気は多分崩れる、出た出た、いい加減な話まあサーバーだからそんなグリで許されるのか、サーバーです、かっこいいよ ねこの曲ね、うん、もうやらないんですねこれは、ライブでバンドでやるとなると結構なんかちょっと雰囲気キーボードとかあった方がいいかなって感じになるし、あいいと思う、今年はクリムゾン色、ほらこれ還暦の時からさ、うん、この缶バッジをシリーズ作ってるから、赤いってピンクいってこれいってこれいってこれ去年でしょ、今年がそれ、あれこれは何色、キングクリムゾン色をグラデーションかけて、これ真っ赤なんだよこれ最初、うん、赤じゃないんですよ、本当だ、うん、おしゃれ、小鉄さんも昨日良かったな、昨日の演奏すっごい良かった、後でぜひ見てみてください、うん、赤坂マッシュチャンネルで、赤坂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 マッシュチャンネル、赤坂マッシュチャンネル、赤坂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 、これいいよとしたらこのソロいいよなっちゃん、うん、
けなんだっけ、俺クリチャンマン。いや、クリチャンマンさん、あれクリチャンマンさん、クリチャンマンさん、クリチャンマンさん、あれクリチャンマンさん、どっか置いた俺。あ、本当だ、あった、さすがだね。はい、お酒ブラワンドピースと残り30秒で、はい、じゃあのぼるさんにも読んでもらおうかね、たまには。ほうほう、いい感じ。あんまりライブでやんないんですね。うん、そうだね。うん、いや、やりたいなって1回ぐらい言ったことはあるんだけど、ええ、いいんじゃないとか、そんな感じで却下ってことじゃないんだけど、先にもうちょっとその手前に候補になってる曲がいくつか。ああ、そうなんですね。順番だから、あの、まあ、今月はね、すごく、うん、あのラッキーパンチ毎週のようにライブをやらせていただいてるので、うん、来月は一月ラッキーパンチのライブをお休みになるので、あ、そうなんですか、うん、ちょっと曲を仕上げるっていう、僕はね、充電とかな、あのオリンピックとかいろんなことがはっきりしてなかったから、ライブハウスとかもなかなかスケジュールをちょうど切れない頃なんだね、7、8って。なるほど、うん、そういう感じだったんですね、と思う、うん、じゃあここでメールタイム。はい、メールタイム、はい、メールタイム、はい、じゃあまさしさんから一応俺から行くの、はい、俺から行くの、挨拶してないじゃん、あ、そうね、のぼさん途中から参加しましたからね、はい、挨拶ぐらいしときます。先でいいですか。いや、声出てるから、はい、挨拶しといてどうでしょう。鶴巻昇でございます。よろしくお願いします。おお、ささやきました。スーパー G です。はい。じゃあお願いします。はい、ラジオネーム、クリチャンマン。クリチャンマンさん。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。川崎 FM、ラブ&ピース制作スタッフの皆様、本日もお疲れ様です。はい、ありがとうございます。今日のゲストはまさしさんということで、うん、はい、いつも内海師匠とのラッキーパンチのライブでは、うん、息の合った素晴らしい演奏を楽しませていただき、うん、ありがとうございます、はい、とんでもないです、こちらこそいつもありがとうございます、うん、それは俺がやってますみたいな、はい、時々演奏の合間にまさしさんの MC の時に、うん、師匠がギターの歌合わせで聴いていないふりをしますが、まさしさんのフォローが笑いを誘って楽しく最高なライブになっています、ね、どうですか。うん、そうですよね、話を楽しみにしていただいている方も多くてみたいな、うん、今度の日曜日にはまさしさんのバースデーライブが原宿クロコダイルで開催されます、うん、ありがとうございます、はい、うん、まん延防止対策の最中ではありますが、お酒の影響も緩和されて盛り上がり確実な、うん、盛り上がり確実なライブになることと思います、うん、ありがとうございます。またなるべく早い時期にラッキーパンチさんのライブを、あ、ラッキーパンチは3いりませんからねラッキーパンチのライブを楽しませていただきたいと思いますので、うん、内海師匠ともスケジュール調整の上よろしくお願いいたします。はい、かしこまりました、はい、またぜひ来てくださいね、うん、天気図を見ると熱帯低気圧が北上していますね、うん、近い機会に皆さん、あ、のぼるさん宛にも、うん、サーフィンの話題でメールを送りたいと思います。はい、ありがとうございます。鶴巻昇ですそれでは放送終了まで楽しく拝聴させていただくのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。くりちゃんの最近ありがとうございます。ライブにお運びいただいて、はい、じゃあまたぜひお会いしましょう。私行っちゃおうかな、はい、ラジオネーム足立のキャロルさん、 ありがとうございます。内海翔恵美さん、そしてゲストのまさしさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いております。初めてコメントを送ってみました。ありがとうございます。初めてメールありがとうございます。師匠、2回目のワクチン打ってどうですか？今日はごめんなさい。不在なので来週聞いてみましょうね。今日はおとなしくお過ごしください。ありがとうございます。明日もライブですからね。そうだね、うちはね。あ、そうか。昨夜の赤坂マッシュでのライブは最高でした。ありがとうございます。さすがラッキーパンチ。チーマー、マチですね、うん、チーマーのリクエストに答えていただきありがとうございました。過去最高のチーマー、マチでした。ありがとうございます。これからも楽しませてください、はい、うちでもライブやってほしいな。あ、スライドハウスなんですね。あの、うん、リクエストまあ後で、あ後で、まあ、別に隠すことのことでもないけど、やっぱり、ね、うん、あれだからきっと、はい、
あれだから来た、足立のキャロルさんです。足立のキャロルさん、あ、はいはい、昨日生配信を見てくれてて、ええ、チャットでガーッと書き込み、うん、お最高とかチーマーよろしくとか、あ、チーマーリクエストはもちろんうっちゃんのチーマー待ちです、よろしくお願いします、はい、じゃあ次回いかけさせていただきたい、そうなんですねぜひまたね、アーカイブで、うん、YouTube で見れるので皆さんもよければ、はい、赤坂マッシュチャンネル YouTube で、はい、見てみてね、見てみてね、じゃあのぼうさんお願いします、うん、メール、はい、あ、はい、ラジオネーム、うん、パカパッカさん、はい、パカパッカさん、うん、お疲れ様です、お疲れ様です、ありがとうございます、メッセージ、うん、エミーさん、そしてマサシさん、うん、こんにちは、こんにちは、今日は師匠お休みなのですね、うん、そうです、マサシさんが番組をリードされるということは、うん、エミリン、ノボル、マサリンというリンリンワールド、リンリンワールド、いいですね、うん、いつもとはまた違った雰囲気での放送を楽しみにしています、うん、はい、そしてマサシさんへ、うん、クロコダイル楽しみにしていますね、ありがとうございます、僕も楽しみです、ハッピーバースデーでした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、必ず喜んでいただける最高のライブにします、ラジオネームノブディップさん、あー、ディップスのノブさん、ありがとうございます、内海さん、エミーさん、のぼるさん、こんにちは、ゲストのまさしさん、お誕生日おめでとうございます、 ありがとうございます、あ、そういえばお誕生日おめでとうございます、そうそうそう、あの、まあいいや、はい、今週26日土曜日リップス宇宙美としかつライブ、とても楽しみです、よろしくお願いします、はい、宇宙美さん今日不在だけどきっと聞いてると思います、楽曲リクエストですが、恐縮ですが、調子に乗って自分の曲、トラディショナルウマナイザーの Please I Love You So、 もしもお時間があればよろしくお願いします、またかけさせていただきます、ありがとうございます、ディップスノーさん、うん、そう、あのさっきね、Facebook の方にバディしんちゃんから、まさしさんお誕生日おめでとうございます、ちょっと早いですが、まだまだ誕生日先なんですけど、はい、ちょっと早いですが来てみました、もう気持ちだけはもちろん受け取っておきます、ありがとうございます、はい、じゃあここでブスカちゃんメール、ちょっとまたね、あのビートルズネタでいきますよ、ウィスです、ブスカです、夏至が過ぎましたね、だんだん日が短くなってきますよさて、ザ・ビートルズ来日55周年第2弾です、うん、ちなみにビートルズは何周年で盛り、ビートルズ何周年っていうので盛り上がるのは世界中で日本だけだそうですあ、そうなんですかね、そうかもね、おお、イギリスとか本場ではそうでもないんだ、うん、さて、ビートルズに会った著名人湯川玲子さん、彼女はインタビューの後で誰と写真が撮りたい、リンゴってベッドの上で微笑んでいる綺麗な彼女と、彼女の姿とリンゴが写っている有名な写真が残っています、湯川さんの印象だと兄貴分のポールがお茶出せやら、椅子引けたの弟分のジョージにあれこれ指図していたみたいです、ジョンは親分ですね、そして親分肌だったんですね、まあそうなのかな、うん、そして2回目の会談となる星香ルミ子さん、うん、ご存知当時のミュージックライフの編集長です、再会を果たしインタビューの後雑談時にジョンが突然ザ・ビートルズフェイドアウトと叫んだらしいんですね、それを受けてリンゴも稼いだって使うとこねえよなとマネージャーへ向かって嫌味たっぷりつぶやきます、ツアーで世界中に出かけてもホテルに缶詰ばかり、よっぽどストレスが溜まってたでしょうね、でもそうでしょうね、うんうん、そうだ ね、うん、ね、少し経ってそのマネージャーブライアン・エプスタインがルミコさんへ、え、ヘツツーと寄ってきて、ヘツツーって寄ってきてさっきルミコさんへツツーと寄ってきて、なるほど、ヘツヘツツーってこと、切るとこ時々おかしいから ね、すいません、ルミコさんへツツーって寄ってきて、そうそう、さっきのオフレコだよと釘を刺したようです、そんなこと言われちゃ困るって感じですかね、ビートルズ解散かそれが記事になることはありませんでした、信頼関係が築かれていたんでしょうね、そうそう、ジョンは日本に行ったら相撲レスラーに会うんだって希望があったようですが、残念ながらその夢が叶ったデータは残っていません、ポールは未だに相撲ファンみたいですよね、あ、そうなんですか、そうなんだね、うん、鹿島田の真由美ちゃん聞いてる誰だろううっちゃんは湯川玲子さん、星香ルミ子さんと何かエピソードありますか、では毎週ごわい、なんかまさしさん何かありますか、エピソード、あ、僕はやっぱそんなに世代じゃないっていうか、うん、あのなんだっけ、湯川さんはもうほら音楽評論家とかそういうのよりもうちょっと
お年を召されると文化人的な人になってたじゃん、うん、なってるじゃん、うん、声出して声返事してね、はい、だからそんなんでなんかジョーさんとか、うん、飯さんとかいるときになんか湯川さんもいらしてなんかちょっと、うんうん、あこの人なんだなぐらいしかないかな。あだから僕 が,、うん、が音楽をもうちょっとなんか芸能界よりとかそういうのしてた時の取材をする人たちはもうこの2人は大御所すぎて全然そういう場所にいないから、うん、あそうだったんですね、ということだったかな、うん、まあ、そうですよね、うん、意外とそうなんだよ、うん、中途半端な年なんだよ、中途半端な年僕の年ぐらいそっか、湯川玲子さんはね、なんだろう、戸田夏子さんかぶっちゃうんですよ。戸田夏子ってあの映画の役する人、何が被るの？なんかなんか多分役で被っちゃうんじゃないですか。役ですか？戸田夏子さんってだってどんな顔してるかパッとすぐ思い浮かんで、そうですね。いや字幕スーパーとかで頭に入ってるんですよ。あ、湯川玲子ね、なるほどね。そうスーパーで、だからビートルズに会ったどうのこうのよりもなんかそう、やっぱさらに年をが若くなると、戸田夏子さん結構恰幅のいい方だと思います。うん。ということでメールコーナー終わりました。ありがとうございました。はい、また、来週ね、ぜひお待ちくださいね。あ、こんな残り少なくなっちゃった。はい、あと一曲じゃあちょっと。あ、そうだね。うん、はい。じゃあね、僕大好きなトット・ラングレンっていう人が、はい、昨日誕生日だったんですけど、うん、そんなこともあって、昔のニューヨークでのライブの、ラブ・オブ・ザ・カモン・メンっていう大好きな曲です。はい。トット・ラングレン、うん。うん。かっこいい。かっこいい。あ、これの話します？この人の。いやいや、だってもう終わりでいいでしょ。あ、大丈夫。あお。かっこいい。え、じゃあこれ弾いてるギターは、あ、この時はまだ、これ70何年だから、うん、ここ25年、5、6年、うん、1回もで、リンゴスターのオールスターバンドでもトットはギターで入ってたりするから、そうなんですか、その時もずっとそれ弾いてるし、スティーブ・ルーカスさんとトットが2ギターだったの、トットのギターとリンゴスターオールなんとかね、日本に来てた時、うん、今はもう抜けちゃったけど、トットは、うんうん、その時もそのギターで、うん、おどのぐらいの年代の人ですか？どれぐらいの年代？年代いくつぐらいの人？だから70ぐらいでしょ。70ぐらい、うん、僕より4つ5つ、うん、まあ、でさっきのでも割と若い自分からやってるよっていう、うん、そうそう、19、20歳デビューぐらいだからね。誰も50何年やってることになるわけじゃん、50年だから。うっちゃんだって来年デビュー50年だからね。おお、そうか。そうですね、うん、え、じゃあ日産スタジアムからもう10年経つんだ。そうだよ、そういうことだね。早い。そういうことか、うん、早いね。ほんと I get you everyone。 なんか、まさしさん好きそうソングって感じです。なんか好きそうでしょ、うん、あとまあ BTS かな、やっぱり BTS はすごい。 BTS 知ってる？ BTS 知らないの？ BTS って何ですか？え、 BTS 知らないの、うん、あの韓国のあの男の子たちのグループ。知らない。嘘。今のだよ。へえ、 BTS 知らないの？ダイナマイト歌ってる人。そう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 、ダン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 、ダイナマイト、ダイナマイト、あの人 BTS って BTS だよ。 B？ B。 へえ、知らなかった。そう、ダイナマイトは知ってるけど。まあダイナマイトからでもいいけど。BDS。TT。BT。バンタン、そう。まあダイナマイト。いや、今もうバターっていう曲が出たばっかなんだけど、もう3週間ぐらい経つか。一発で3億5000万回だよ、再生。で、先週はその配信ライブをやったのね。うん、で、チケットが、配信チケットが2回見れて9800円なのかな。ちょっとフェードアウトして最後の締め言っちゃっていいですか？いいよ。じゃあフェードアウトしてください。はい、今日はね、大臣正さんに男なやっていただきました。はい、
本当に、うん、ありがとうございます。お役に立てたかどうか分かりませんが、いや本当にありがとうございます。なんかまた、うん、ね、今週の日曜日は原宿クロコダイルで、はい、まさしさん66歳のバースデーライブです。ありがとうございます、ね、ラッキーパンチでも出ます、うん、ね、さっきかけたまいこちゃんの曲も聴けます、はい、皆さんもお楽しみにどうぞ。まだちょっと席が空いてるそうなんでね、よければ急げ、はい、ということで、はい、じゃあ野坊さんもさっきからね待機してらっしゃるんで、次のコーナーにこのまま行きましょう。ピョン。ノボルクステンスーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアコーナーの前に滑り込みセーフでね、あの今メールが入ってきたんで、ノブチンさん、ポテサラのノブチンさんです、ね、ポテサラのプチンね。はい、うちみさみさつまさしさん、こんにちは。こんにちは。そしてまさしさんのお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。毎日バタバタしているうちにもうすっかり梅雨ですが、バースデーライブ楽しみにしております、うん、今日もバッチ楽しみにしております。今年も、ね、あ、バッチ今年もバッチ、あ、そうか、今年もこのバッチですね、うん、うん、はい、ありがとうございます、はい、じゃあのぼうさん、よろしくお願いします。はい、はい、はい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 、鶴巻のボールです、よろしくお願いします、はい、曲に戻ってジェットエアライナー、うん、スティーブ・ミラーバンドですね、はい、1977年発売、うん、1977年、鶴巻のボールは19歳、あ、19歳になってますか、はい、まさしくん22歳、赤坂ブロスに、ね、行ってましたね。俺は東京にいながらそんなとこ絶対行かなかったね。ブロスでダンスしてましたね、これは、うん、不良の行くとこだ、ね、いや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 、そんなことないですよ、すごい人数行ってたんですから。そうか、はい、もう満員で入れないぐらい混んでましたよ。はい、いい時代だったね。ね、まあ赤坂ですからね、赤坂サカス、昨日赤坂だったんで、まあナイスですよね、うん、はい、ちなみに湘南会が、はい、今日朝ね、私見に行ってきたんですよ、うん、見に行ってきただけですか、まあ、ちょっと使ってきたんですけど6人ぐらい入ってて、まあ、みんな知ってる人でしたね。地元の人ってこと。そうですね、地元メンバーがほぼなるほど、はい、5、6人いて、まあちょっと挨拶して、うん、あの予定よりスモールウェイブだったんですね。もうちょっと昨日波がちょっと上がったんですよ、うん、で、まあ、その名残が朝調子よく残ってるかなと思っていったら、北風がビュービュー吹いておりまして、夜中に、で、まあ、風に抑えられてスモールダウンということで、うん、残念ながらのコンディション、ね、しょぼかったって、うん、残念。しかも浅くて、うん、うん、あの危うくウニケツに刺すとこでした。危ないとこでしたね。まだウニ相変わらずいっぱいいるんで、減らないんで。半端ないですよ。この間取ったのに、ね、うん、ですか。ね、うん、そう、今日はあの大変だね、それね。私と駐車場を入れ替わりで帰られた女性の方は、うん、ウニ踏んじゃったって言ってました、ね。あ、本当。ウニ踏んじゃった。言わなきゃ。踏んじゃないかなと思った。言わなきゃダメなんで、圧かけてきてたじゃん。さっきも言っちゃいましたから、野坊さんに。そうか。ね、はい、で今日ね、あの鎌倉七里ヶ浜あたりでは、うん、セットモモコシ東北東の風 3.8 メーターのサイドオフオフショア、うん、水温は 23.4 度、まあだいぶ暖かいんで、まあ、うん、あのサップとか乗ってる人は海パンにタッパーとかでも行けます、うん、ウェットスーツはまあ普通のレギュラーサーフィンは、スプリング、まあ、半袖長袖、半袖半ズボンとか、半ズボン長袖とか、半ズボン長袖ね、長ズボン半袖とか、うん、まあ、そういうのを着てくださいという感じで、うんうん、だいぶちょっとこう温めの状況になってまいりました。、うん、で本日の干潮は、まあ、午前中10時だったんで、ね、もう揚げ込みも一段落して、うん、揚げ込みってね、あのロータイド引き干潮いっぱいから今度また7時間ペースぐらい今度揚げになってくるので、うん、ね、潮が動くと、まあ、波が入るというような原理なんですけどね、うん、まあ、そんな感じなんですよ。すごいね、地球の大きさを感じるよね。そうですね、うん、だってクッと動いたらさ、まあ、波立つとかね、うん、まあ一段落っていう感じで今日は、うん、そこで台風5号が、うん、まあいるんですよ、5号、うん、まあ、あの20度線向こうにいまして、名前は
チャンパー。チャンパー。チャンバーじゃないですよ。チャンバー。チャンバーだとね、ねえ、エミさんね。キャー。チャンバーはやばいね。うるさいです。そこで波風立ててどうすんだよ。チャンバー、チャンパー。波高し。チャンパー。3.5メートル。1200ヘクトパスカル。ね。まあ、まだ、普通な感じなんですけど、うん、これが、まあ、6月25の金曜日あたりに20度線を超えてくるんで、まあ、その日曜日土日あたりは、うん、まあ、うねりが入ってきて、いやいや、天候はそんなに崩れないんではない。まあ、すいません、自分は波専門なんで、そう、天気予報の晴れ間とかっていうのはあんまりチェックしてないんですよ。そこまで責任取れない、ね、うん、そうそう。波高がとか波長がとかっていうのは、そっから見れば大体わかんじゃない、うん、いやいやいや、またちょっと違うんですよ。違うんだ。はい。まあまあ、そんな感じなんで、うん、まあ、週末の、うん、波の入り方は良くなるでしょうっていうところなんですよ。楽しみだね。まあ、サーファーはちょっと喜ぶかもしれませんと、はい。で、まあ、毎回言ってるんですけど、台風絡みになってくると、ちょっと無理をして、やっぱり事故だ、怪我だっていうのが出るんで、うん、まあ、ボードがちゃんとぶっ壊れてないかとか、うん、まあ、インフレータブルって空気入れのやつは穴ぼこ開いてないかとか、うん、穴が開きそうじゃないのかとか、まあ、その辺もよくチェックしていただいて、うん、で、普通のボードももちろんクラックが割れてるとこないかとか、うん、まあ、チェックしてください、リペアしてくださいと。で、流れ止め、まあ、命綱になるかもしれないリーシュコードは、うん、まあ、できれば新品に変えた方がいいですよ、うん、まあ、1年経ったらもう変えましょうよと、5000円ぐらいで売ってるんで、はい、まあ、それでね、味噌ついて、うん、リーシュが切れて、うん、まあ、30分泳がされたとか、うん、ね、助かりゃいいですけど、そうだね、ね、もうボードがなくなっちゃってコッパみじんにね、岸壁で割れてたとかっていうのもあるんで、どんどん話が悪いよ、はい、そうそう、そういう、ね、悪いことが起きないように、備えあれば憂いなしですね、うん、新品交換しちゃいましょうみたいな感じの話です。はい、はい、うん、ありがとうございます。まさしさん、どうもありがとうございます。ありがとうございました。はい、お邪魔しました。本当に、うちに校長先生、大変ですよね、校長先生、うん、校長先生の代わりもするし、ゲストだからですよね、ね、そう、ストゲーペースですね、今度の日曜日のはまさしさんのバースデー、原宿、はい、うん、ね、ね、あれ男なので、はい、66バースデーおめでとうございます。66になります。よろしくお願いします。よければお待ちしております。はい、さて、来週6月30日水曜日、はい、ゲストは川戸正和さん、うん、デビュー35周年記念アルバムスタンダードナンバーが、ほら、横浜銀杯のメインボーカルの翔さんや、前来ていただいたサックスの阿部さんも一緒に参加しているアルバムが、7月7日七夕に発売されるそうなので、そのお話をたっぷり聞きたいと思います。楽しみですね。ということで、はい、ありがとうございました。じゃあ、うっちゃん、来週は、来週はその前に、まあ、ライブで会うわ。あ、そ, そうですね。ということで、はい、ね、まさしさんも体に気をつけて、そうでもないです、うん、ありがとうございます。人生楽しんでください。はい、はい、ありがとうございます。それではまた来週、はい、チャオ、バイバイ、バイバイ、お疲れでした。ありがとうございました。はい、で、今日のゲストはまさしさん、まさしさん、どうもありがとうございました。そして今日は内海さんは不在だったので、はい、代理まで務めていただきました。いやいや、とんでもないです、ありがとうございます。代理を務めたかどうか分かりませんが、いや、楽しかったです。本当ですか、はい、また新鮮で、はい、うん、今日はチェックブラザーズのね、のぼうさんとまさしさんで、その村板が夏場にすごいね、サーファーですか、はい、はい、これ今年のバースデーの缶バッチです ね、 ね、はい、うん、いただきました。はい、素敵ですね、はい、じゃあ波が低かったらぜひ遊びに来てくださいね、うん、そう、ね、ね、日曜日ですよね、日曜日です、はい、原宿クロコダイル、リンリン、リンリングループらしいから、リンリングループ流行ってますね、お二人仲いいですよね。そうですね、バカだからね、2人して、はい、対戦ですから、対戦、血の程度が一緒ぐらいだから、ね、対戦です、対戦、関係でやったら、うん、その被れたまま出てこなくて打ち返っちゃうみたいな、うん、嫌な先輩ですね。そうそうそう、さっさと帰る、うん、鬼になったら帰っちゃう、はい、はい、ね、というたわいもない話はずっと、はい、ありがとうございました。ね、どうもありがとうございました。はい、またうん、ね、この週末はうちゃんのライブも何か所かありますし、はい、ね、
うん、7月はラッキーパンチちょっとライブお休みですから、ね、ああそうなんですね。後半は、うん、たくさんお送りしていきたいと思いますので、はい、うん、引き続きよろしくお願いします。またぜひ、はい、今度はちゃんとしたゲストで、ちゃんとして、ちゃんとしてないゲストで、ちゃんとなんかしないから、何でもできるって感じですね。本当、今日楽しかった。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。のぼうさんもどうもありがとうございました。はい、日曜日は、うん、波だけ来て、ね、天気は持つといいですね。あ、そうですね。必ず持ちます。はい。ありがとうございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。されたままだけど、鍵